どうも、ジエンでございます。鋼の錬金術師店に行ってきた一日を振り返っていこうと思います。人生で初めて京阪電車を利用したんですけども、まあ、京阪電車に関するエピソードは特にありません。で、まあ、あいにくの天気だったんですけど、枚方パーク、通称ヒラパーにね、やってまいりました。鋼の錬金術師のね、完結編の実写版が公開されるということでね、そういうポスターも貼ってあったりとか、鋼の錬金術師店リターンズ大阪で20周年記念ということでね、まあ、鋼の錬金術師だらけになってるヒラパーなんですけど、これトイレのイラストですよ。これもキャラクターになってる。そして注意書きのイラストもキャラクターになってるってね、素晴らしいこだわりを感じました。会場内はさすがに動画撮影は禁止だったんですけども、こういう感じで写真撮影 OK なブースがあったので、まあ、そこではできるだけ写真を撮ってきました。で、これ作中に登場する時計なんですけども、僕もね、Amazon で購入したパチモンを持っていますとの報告です。はい、で、これは実写版の撮影で使われた実物のオートメールで、これは作者さんの金の像でございます。こういう感じでフィギュアもあったりとかで、大迫力ですね。素晴らしいクオリティの鋼の錬金術師店でございました。そして大阪府枚方市ということで、皆さんこの道を見て何か思い出されるものありませんか？考えてみてください。そうです、大阪から琵琶湖まで歩いてみたの企画でちょうど通った道に自分で聖地巡礼に来るというね、動画内であれ枚方じゃないですかって言ってたところにちょうどやってくるというね、素晴らしい巡り合わせでございました。肩にはまるなななななヒアウィーゴー、起きて破りなことをしてやろう、暴れろパワーフォースタイル伸び伸びと、Are you ready? 囚われないぜ。